皆さん、こんにちは。内科皮膚科医のともり、新田です。今日は、やっぱり生活に密着しているところって言ったら、コンビニ、スーパー、薬局じゃないですか。なので、私が、このコンビニ、スーパー、薬局で最近買ってすごい良かったよっていうものを皆さんにシェアしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。じゃあ、コンビニからにしましょうか。では、一つ目です。即席オートミールでーす。この即席オートミールってなんかありそうでなかったなって思いません？ローソンで買ったんですね。クリニックのもう目の前がローソンなんですよ。なのでクリニックのお昼ご飯を買おうと思った時にコンビニに寄った時に見つけたんですけれども、サラダとプラススープとかあったかいもの飲みたいなと思ってもサラダとパンかってなると、なんか栄養がな、なんか食物繊維足りないしな、でもあったかいものなって考えた時にオートミールとかあればなと思ったらあったんですよ。オートミールってグツグツ煮たりとかレンジでチンしなきゃいけないので、なかなかこうカップスープになるっていうイメージがなかったんですけど、一応調べたんですね。本当に初めて見たんで。そしたらこちらの商品は朝日松食品株式会社っていうところなのかなが出してるみたいです。クリニックの近くのコンビニにはキノコクリーム味しかなかったんですけど、ホームページを見たらね、まろやかチキン紀州梅っていうのもあるらしいです。なので買いたいなと思ったら、なんか箱でしかなくて箱買いをしようと思っているような感じなんですけど、これめちゃめちゃ美味しかったので、私はコンビニで5個ぐらい買ってロッカーに入れてあるような感じです。やっぱりこれ見たら日本初らしいんですね、このオートミールをカップに入れてるの。オートミールってやっぱ食物繊維多いし、コンビニとかでねのお弁当とかで食物繊維不足になりがちじゃないですか。なのでカップスープ飲むっていうよりはオートミールいいんじゃないかなと思うし、結構食べ応えもありました。でお湯を入れて1分で食べることができるので、おすすめな1個かなと思います。私まだ梅味だけ食べれてないんで、ちょっと梅味食べたいなと思っているんで、もし近くのコンビニ見つけた際はぜひ試してみてください。続いてはこちら、ロカボアーモンドチョコスナックミックスになります。これはねセブンイレブンで買ったんですけれども、すっごいその日はお腹が空いてたんですよ。お腹が空いて空いてなぜか知らないんですけど、でもなんかご飯を食べるタイミングがなくって、なんかちょっとつままなきゃって、でもつまみたいんだけどおにぎりとかそんな気分じゃなくって、でも急激に血糖値も上げたくなくてって思って、でも甘いものも食べたいって思ってパッて見たらこれがもう五香が指してた。なんでかっていうと、ロカボって書いてるからローカーボっていうことで血糖値が上がりにくい設定になってるんですよ。でここのすごいのはアーモンドとココナッツの実っていうのかな、ココナッツフレークにチョコレートがかかってるんですよ。だから普通のチョコフレークみたいな感じじゃなくて、そのココナッツ自体も繊維が多いし、ちょっと低糖質で、そこに低糖質のチョコレートをコーティングしていて、それだけでカロリー高くなっちゃうじゃないですか。でそこにアーモンドが入ってるから甘いチョコフレークと一緒に食べるアーモンドっていう感じで、すごく満腹感があります。でココナッツフレークも普通のチョコフレークのものとは全くわからない、むしろこっちの方が甘ったるくなくて美味しいなっていう風に思いました。でこれ見ると1食あたり 60g 一応308キロカロリーあるんですけれども、糖質は少し抑えめ、まあ、20.5、 これをね1個全部食べちゃったら確かに高いんだけれども、普通のチョコフレークとか食べるよりはいいし、体に罪悪感がないかなと思って、コンビニでなかなか罪悪感がないものをね探せるって難しいので、ただ、まあ、残念なのが少し、ね、食物油脂っていうものが入ってて、これってオメガ6系なんじゃないかなって思うんですけれども、でも中鎖脂肪酸入りって書いてあって、この中鎖脂肪酸っていうのは体の中で分解しやすい油になるんですよ。どのぐらいの割合で入ってるかはわからないんですけれども、中鎖脂肪酸も入っているっていうことであれば、まだ植物油脂もいいかなと思いますので、こうコンビニで食べられるチョコフレークを食べたい人にはめちゃめちゃおすすめだなと思うのであげてみました。次はコンビニはとりあえず一回終わって、スーパーで見つけたものにします。スーパーの見つけたこれはと思ったもの、一つ目はこちらです。プレミアムマジョールデーツになります。皆さんデーツって知ってます？ドライフルーツね、まあ要は夏目ヤシの実なんですけども、私もともとデーツって好きなんですよ。なんでかっていうと、
東屋さんだったと思うんですけども、ちょっと高級な和菓子屋さん、よく手土産で持っていくと喜ばれる高級和菓子屋さんがあるんですけど、そこではデーツの中に多分あそこオリジナルのバターを入れてるんですよ。ナツメバターみたいな。でこれがもう最高に美味しいんですね。でもやっぱりバターとかってなるので、私の場合はそれをアレンジしてクリームチーズみたいなものを入れて食べると、それがまた美味しかったので、まあ、東屋さんのも買いたいんだけど家で手軽にするんだったらと思って自分で結構作ってたんですね。だからデーツ好きなんですよ。でそもそもデーツってどんなものかっていうと、夏目の実で、この人すごいんですよ。ドライフルーツっていうとなんとなく食物繊維が多いとか便秘に効くっていうとプルーンだと思うんですね。でもちろんプルーンもすごい、まあ、食物繊維も多いんですけど、それよりもデーツって食物繊維多いって知ってました？すごいんですよ。カリウム、マグネシウム、鉄、カルシウム、亜鉛っていう、もうミネラル分がぎっしり入ってるんですね。だからドライフルーツの中でデーツってあんまりもしかしたら馴染みがないのかもしれないんですけれども、プルーンとかメジャーなレーズンとかね、そういうメジャーなドライフルーツよりも栄養素はすごく多いし、クリームチーズとかあとバターとかを入れてプレートみたいにできるんですよね。その中でもこのプレミアムマジョールデーツっていうのは、東屋さんのね、ちょっとちっちゃめ、一口サイズぐらい、これぐらいなんですけど、このデーツ結構ね大きいんですよ。ほら見て、結構大きくない？これを要はこう包丁で切って、ここにちょっとクリームチーズとか入れてそのまま食べれたりするし、結構ね大きいんですよ。でマジョール種っていうのがすごい高級らしいんですね、このデーツの中では。そういう高級なものをデーツを使って、で食物繊維もカルシウム、マグネシウム、カリウムもたくさん入っているので、自分のおやつにもいいし、誰か来た時にはおしゃれに出すこともできるので、おすすめかなと思うのと、あともう一個ね面白いなと思ったのが、よく見てこれ、ほらこれどっかで見たことない？ほらここね、おたふくって書いてあるので、これね裏にも書いてあって、と思ったら、おたふくソースってあるじゃないですか、お好み焼きの。あれ、あそこのところが作ってるらしくて、おたふくお好みソースのコク、深い甘みの秘密はデーツって書いてあるから、お好みソースにも入ってるらしいです。そう言われると、あ、そうなんだっていう、ちょっとしたプチ情報っていうか。なので、これお好みソースにも入ってるんだよ、みたいなプチ情報も入れつつ、会話も盛り上がるかなと思ったので、美味しいし、栄養素もたっぷりあるので、もし見つけた際には、チェックしてみていただければなと思います。続いての商品が、こちら。塩レモンつゆになります。これ、もともとは私が見つけたんじゃないんですよ。一緒に働いている大野先生っていう先生がね、美味しいもの好きで、結構いろんなものを私にこれをおすすめよとか言ってくれるんですけど、その中の一つなんですね。で正直これもらった時に、普通に売ってるものですよねみたいな、大した感ないじゃないですか。でもねこれびっくりするほど美味しいんですよ。これどういうものかっていうと、鶏だしのさっぱりしたおだしの中に爽やかなレモンがある感じ。だからおそうめんとか、これから暑くなってきた時にこれをちょっと入れて食べると、みょうがとネギだけで美味しいやつ、鶏のささみとか入れても美味しいんだけど、私は大野先生にこれはおネギだけ刻んで入れたら美味しいのよって言われたから、あ、そうなんだと思って、まあまあ言ってもと思ってやってみたら、本当に美味しくて自分でまた買いに行きました。こういうのって、まあ、添加物とかそういう人工的なもの多いのかなと思ったらね、そうでもないんですよ。ちゃんと原材料見たら、水飴だったりとか、普通に鶏ガラスープだったりとか、濃縮レモン果汁とか醤油とか、あんまりそういう化学的なものも入ってなくって、本当に美味しい。容器が庶民的だけれども、お味はね、少し高級料亭の味がするって言っても過言ではないと私は思います。これ黙って私一回夫に出したんですよ。そしたら、あ、今日美味しいねって言われて、どうやって作ったのって言われたから、これですって言ったら、え？っていう顔してたんで、本当すごい美味しいんで、箱買いしたいなと思うぐらい、これ見つけたらぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。続いては食品がね多かったので、今度はメイクものというか化粧品になります。最近私週1ぐらい YouTube のためっていうのもあるし、まあ、新作もチェックしたいなと思うので、ドラッグストアちょこちょこ見るんですけども、その中でおいいの出てるなと思ったのがあったのでご紹介したいと思います。それがこちら、エクセルのクレンジングオイルです。私結構アイシャドウでエクセルさんめちゃめちゃお世話になってるんですけども、メイクのイメージだったんですけど、スキンケアも出したんだと思って見てみたら、多分ですよ、間違ったらごめんなさい、シュウエムラ意識したよねっていうような
作りになってます。もちろん全く同じじゃないし、シュウさんのクレンジングって本当にすごくって、なかなかあれを丸パクリはできないんですけれども、それに寄せて作ったんだろうなって思うんですよね。要はクレンジングオイルって界面活性剤とあとはオイルの絶妙なバランスによって成り立っているんですけども、こちらはですね、界面活性剤は非イオン性界面活性剤っていうものの G イソステアリン酸ポリグリセリド10っていうのと G カプリル酸ポリグリセリル6っていうのです。結構よくクレンジングオイルに使われているものなんですけども、やはりしっかりとクレンジングオイルと混ぜてくれて洗浄力を高めてくれるっていうようなものになります。ただ取りすぎるっていうものでもないので非イオン界面活性剤なのでいいのかなと思います。メインに使われているオイルもエチルヘキサン酸セチルジイソステリアリン酸っていうエステル系の油がメインに使われています。これもデパコス酸とかもよく使っているものですし、あと油脂系のトリエチルヘキサノインっていうものも使われていて、なので、まあ、油脂系のものの方がどちらかというとお肌の油性成分に近いので、まあ、お肌に優しいとは言われているんですけども、でもやっぱりお値段とかそういったものだったりエステル系の油っていうのは非常にコスパがいいんですよね。肌にも当たりは優しいというか、そこまで通り過ぎるような油でもないし、馴染みもいいし、でお値段もある程度安くなるので、こういうプチプラさんでも使いやすい、でもやっぱりお肌にはいいよっていうものなので、油脂系とエステル系をしっかりと配合して作っているので、をやるなっていうような、私クレンジングルもともと好きなのでいいなと思って買ってみました。まだ 2,3 回しか使ってないんですけれども、でもね、洗い心地はそんなに悪くないし、すっごいアイメイクをしたらちょっと残る感じはゼロではないですけど、あらかじめちゃんとアイメイクリムーバーとかで落としておけば問題はないと思います。ダブル洗顔もいらないっていうところは私の好きなポイントでもあるので、そういう意味ではお肌にもいいのかなと思って買ってご紹介してみました。続いてはこちら、薬用制汗パウダーになります。こんな感じのパッケージで、頭の汗も抑えるパウダーって書いてあるんですよ。このパッケージであったら気になりません。だって頭の汗もだからね、もう。ここには、ベタつき、匂いを気になる前にって書いてあるから、何なんだろうなと思って見てみたんですけれども、ここにこんな感じで、こういうこと、ポン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 ってつけるようなパウダーがあります。これちゃんとね、薬用って書いてあるから、医薬部外品で有効成分が入ってるの。それがね、私すっごい面白いなと思ったんですけども、こちらに書いてあるんですが、有効成分がカラミンっていう成分なんですよ。で、カラミンって、皮膚科でもカラミンローションっていうのがあって、まあ、あんまり使わないんですけれども、軽い火傷とか、ちょっと炎症とかの時には昔使っていたっていうカラミンローションっていうのがあって、それと思って調べてみたらやっぱりそうで、少しお化粧品レベルにはなってると思うんですけれども、炎症を抑えてくれるというものになります。で、あとはですね、乾燥硫酸アルミニウムカリウムって書いてあるんですが、これはミョウバンっていうものになります。それが入ってるんですね。乾燥硫酸アルミニウムカリウムっていうのは、匂いの元を取り去りますよっていうようなこと聞いたことあると思うんですけれども、例えば匂いの元っていうのは、まあ、皮脂ってか出るじゃないですか。それを常在菌が分解をするんですけども、量が多かったりとか常在菌のバランスが崩れていたりすると匂いの元になるっていうふうに言われてるんですね。で、このミョバンっていうのは常在菌っていうもののバランスあんまり良くないやつは減らしてくれたりとか、そもそもの皮脂を、まあ、抑える、全く出さないっていうことはないんですけども、ある程度抑えてくれるっていう効果もあるので、汗をある程度抑えてプラス匂いを取っていく、炎症ももしかしたらちょっと抑える可能性もあるのかなっていうことなので、この辺が蒸れたりとかちょっと頭の匂いが気になるっていうような人はポーチに入れとけばいいぐらいなので、まあ1本あってもいいのかなと思ってご紹介してみました。やっぱりもう生活に欠かせないのはもうコンビニスーパー薬局じゃないですか。その中ってもういろんないい商品がもう宝庫というか、まあ宝箱というかっていう感じなので、まあ私は主婦もしていますから、まあ必ずこの3つどっちかに行くんですよ。ほぼ毎日行ってるかな。薬局以外はほぼ毎日行くので、日々ねまた新しいものを見つけたら皆さんにもシェアしていきたいなと思います。この企画良かったよと思ったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。